まあ、一区切りできたと。うん。まあ、一区切りできたと。うん。10年一昔というからね、一昔経ったんだから、今からはこう、あまり心痛めてね、起きたでいいってさすぐらいでいいかなと思って。26年の災害教訓教訓として胸に刻み、災害に強い町づくりを進め、市民の誰もが安全安心に暮らせる町の実現に向けまして、被災地域の皆様と一丸となって全力で取り組んで